こんにちは。今回はね、家の中でも本当にこれで悩まれてる方多いと思うんですけど、今回は結露。結露ね。はい、もうマンションでも戸建てでも、そうですね。本当にね、よく聞きますね、結露、結露ひどいんですっていう方ね。はい、よく聞きます。ね、今日その結露について詳しく、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、今日はね、ちょっと実験材料として、はい、コップに、冷水入れたやつと常温のやつ2つ用意しました、こっちはね、氷いっぱい入れてます、ここはね、当然してあると思いますけど、霜が降りているみたいな形でね、これが結露なんですね。おー、なるほど言われてみれば本当そうですよねそうですね、はい、ちょっとここでは説明しにくいんで、ちょっと図に変えて説明していきたいと思うんですけど、これはね、コップの中に氷が浮かんでます、中は、冷水ですよね。はい。で、部屋の方は、あったかいっていうことで、よいしょ、パピーよいしょ大丈夫です。誰がきつく締めたんでしょうこっちがあったかい。あったかい。はい。ということで、これコップと、室内なんですけど、ちょっとね、これをね、逆転の発想をしていただきたいんですけど、こちら側が室外と思ってください。おお、中が室外。冬のね。冬の外ですね。そうです。うん。室外。冬ですね。はい。冬の室外。はい。で、こっち側は冬の温めた、室内。室内。逆さまです。そうですね。はい。室内。はい。で、空気っていうのは、特性があってね。はい。暖かいと、水分をいっぱい貯めることが実はできるんですね。空気の中に水分。そうなんです。水蒸気っていうのがね、ここら辺いっぱい飛んでるんですよね。はい。でもその空気が冷えると、持ちこたえられなくなって、その水分がね、水滴とかになって落ちていくっていう。そういう特性があるんですね、はい、冷たい空気には水分たくさん含むことができない。そうなんです。だからね、この室内にあるあったかい空気、ここには水分がいっぱい入ってますよね、でこれがずっとここ行って、このコップに当たります、ポンと当たった、当たった瞬間、空気がキューッと冷やされるんですね、そうするとここに水滴になって落ちてくる。冷たい空気に当たって水分が持ちこたえられなくなって、そうですね、これが結露。これが張り付く。そうです。こういうのが結露っていうことになってくるんですね。だからこういう、コップに現れてるのがそれなんですね。ほんでね、最近、前の回ですかね、サッシの、動画を撮らせていただいたんですけど、もうね、某メーカーさんに行ってね、最近多いのが、こういうふうに結露がいっぱいできてくるんでね、ガラス1枚ではなくて、ここにもう1枚ガラスを入れて、ここにもう1枚ガラスを入れて、で、中に空気層、とかね、いいやつはアルゴンガスっていうのを入れるって話があったと思うんですけど、こういう形で取るとね、ここが断熱になってきますんで、ここからここが、中の冷たい温度が外に出にくいっていうことで、ここが結露が発生しにくいっていう形になってるんですね。室内のあったかい、空気が冷たい空気に直接触れなくなるっていうことですよね。そうですね。だから、こういうふうにあったかいのが当たっても結露が起きにくい、これがね、結露の仕組みなんですね、で、もう一つね、考えなあかんのが、サッシってね、アルミでできてたり金属でできてることが多いと思うんですね、で、ちょっとここへね、お鍋出したんですけど、金属のお鍋ですね、金属に取っ手の部分、これは樹脂になってます、で、なんでこんなになってるか、まあ誰でも分かると思うんですけど、これ鉄やったらもう出ないですね、火かけたらね、で、樹脂をやってると、ここが熱を通さないということで、こういう仕組みにしてます。これね、窓でも同じことが起こるんですね。おお、そうなんですか。金属のままだけだったら、冷たいのが中にも入ってくる、っていうことで、サッシの枠にも結露がするっていう形になってしまいます。なるほど。
ここでねちょっとサッシのね、はい、あの見本の方を次やっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、ではこれがね、はい、サッシのね、2種類のサッシの断面の、うん、模型なんですけどね、はい、サッシの中にここの外に当たる部分、はい、ここにドライアイスを両方入れてみました、はい、うん、でサッシがね2種類あるんですけど、はい、片一方が、はい、アルミと中にこう樹脂が挟まってるタイプのね、はい、サッシですね、はい、でこちらの方は、全体を樹脂でやってて、うん、レールの部分だけアルミがついてるっていう形になってます。で、はい、ちょっとねこれよく見ていただきたいんですが、はい、まずこちらね、はい、ここのアルミの部分外から全部、うん、このドライアイスでずっと冷やされて、うん、もうこのここのレールアルミのレールのとこまで全部そうですね、もう真っ白ですよね。もともとはここと同じ色でしたもん ね。そうなんです、もう真っ白になってますね、うん、だから昔のサッシは、はい、この間に今これ樹脂が1個入ってて、はい、熱を伝えなくなってるんですけど、昔のサッシはこれもなくてね、うん、全部アルミっていうことで、ここでちょうど金属このアルミが切れてますもんね、切れてて樹脂が入ってる、はい、さっきの鍋の原理ですね。そうなんです、そうなんです。でこちらの方は全部アルミでできてる、はい、あれじゃあごめんなさい樹脂でできてるんでね、全然伝わっていってない、もう全く色も変わってないし、はい、なんともないですね。そうですね、あ、冷たいのは冷たいけど、そう、これとは全然違うでしょ。違う、これ昔のね冷凍庫で、はい、プッと触ったらひっつくようなね、ご存知ですかね。そうあんな感じですもんね。そうな感じです、ね、実際窓が乗るのはどこに、そうですね、乗るんですかね。ちょっとすみません、すみません、はい、ガラスが入るのはここの、はい、ここのアルミのこれがレールになってますんで、はい、この上に建具が走る形になります。あ、そうか、だからここがこんなに結露するってことは、うん、これを伝って、そうなんです、ね、窓全部、窓のサッシ、枠が全部そうなってるってことですね。はい、こういうことでね、熱が中へ伝わっていく、はい、またそれによって結露がしていくっていう形になっています。だからね、こういうサッシ選びなんかもね、非常に大事なポイントっていうことになってきますので、ガラスの部分はこうガラスを二重にすることで結露を防げて、うん、その窓の枠のサッシもどういうのを選ぶかによって結露するかしないかが決まるっていうことなんですね。あ、すごいですね。だから、うんうん、両方でしっかりやれば結露とはおさらばですね。そうですね、あ、はい、なるほど、はい、わかりました。すごいですね。はい、では今回は、結露がなぜ起こるのか、どういうものを選べばいいのかっていうのを分かっていただけたと思います。では今回はここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございました。